今日はこちらを開封していきます。どうもキミマロです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この秋最大の散財にして最高に嬉しいものがこちらにね届きました。こちらです。ご覧のようにまだ未開封なので、それがね入ってるかどうかはまだわからないんですけども、まあ多分ねあれでしょうというところで、早速ねこちら開封していきます。さあ開けます。お、はい、来ました。こちらですね、 M1 Max MacBook Pro 14インチです。これ段ボールから出しましょう。今回購入したのは MacBook Pro 14インチスペースグレーです。CPU は10コア、GPU は32コア、16コアのニューラルエンジン搭載の Apple M1 Max です。メモリは 64GB で SSD ストレージは 4TB のものを購入しました。総額税込みで54万1800円です。今回の14インチモデルでは SSD 以外を全て最強スペックにしました。ね、なかなかの価格になりましたが、まあ、これでね、きっと動画編集環境はかなり良くなると思うので楽しみで仕方ありません。今日はこちらの開封とファーストインプレッションをお伝えしていこうと思います。ではね、こちら箱も開封していきます。今回こちらね、外装はビニールなんですね。はい、こんな時期ですからね、誰が触ったかわからないようなビニールをね口にするのはやめておきましょう。さあ箱を開けていきます。開けまーす。もう仮のカバーがかかってますね。はい、よし、はい、出ました。こちらが M1 Max MacBook Pro 14インチですね。これまず手に取ってみて思ったのは、思ったよりずっしりしてますね。結構思ったより重いかもしれない。僕今回も MacBook Pro は外に持ち運んでカフェとかでも長時間作業できるようにとね、携帯のしやすさ、軽さ、大きさ、バッテリーの持ちとかを快適にしたかったっていうのもね買い替えた理由なんですけど、まあね、軽さという点でいくと、まあ持ち運べるは持ち運べると思うんですけど、割とねずっしり感はありますね。今まで使っていたこちらの MacBook Pro 13インチが、これがね 1.37 キロとかなので、対してこちらは 1.6 キロあるということなので、まあ iPad mini 1台分ぐらい重いのかな。でも結構ねずっしりした感じっていうのは正直ありますね。で、外観も見ていきましょう。外観は噂には聞いていましたけど、結構ね角張ったデザインですね。こんな感じで側面とかね結構角張った形をしていますね。これはこれでかっこいいですけどね、なんかかっこいいまな板っていう感じですね。これ向かって右側になりますけど、右側にはここに HDMI のフルのポートがありまして、でここにサンダーボルトのポートで、ここに SD カードスロットがあります。 SD カードは交渉はされてないんですけど UHS-II 対応とのことです。こちらが正面ですね。正面はこういった形でここに指をかけるところがあります。左側はここにマグセーフ対応のケーブルを挿すところがありまして、ここにサンダーボルトが2つと、あとここにイヤホンジャックがついてますね。パソコンに対した時にイヤホン端子はね左側に来ますね。右側でねマウスを使う方とかっていうのは、ここに今までイヤホンがあったりするとね結構邪魔だったんですけど、それが左側になったのでちょっとね使いやすくなってるかもしれないです。で、あと厚さですね。厚さもちょっとね思ったよりは厚みがあるなという印象があります。こう置いた時のね高さを結構感じますね。一応 1.55 センチということなんですけども、割と厚みはあるように見えますね。で、今まで使っていたこちらの2019年の MacBook Pro、 これと比較してみると、こんな感じでね結構厚みの差は感じますね。サイズ比較もしてみますけども、上が13インチ、下が14インチですね。まあ、こんな感じで、まあ、14インチなのでね、大きいので、こういう風に縦横1センチずつくらいですかね、一回り大きい形になってますね。このサイズの差はね、そんなに気にならないかなって感じですかね。あとこれ今気づきましたけど、リンゴの大きさ結構大きいですね。これ14インチの方で、これ13インチです。13インチ、14インチ、二回りぐらいリンゴ大きいですね。これ目の錯覚を利用してるってことなんですかね。リンゴが大きいから本体の大きさをなんかごまかせるというか、そういうことなのかな。大きいマスクつけてると小顔に見えるみたいな、
なんかそういうことなんですかね。今までもこうだったのかな、あんま気づかなかったけど、リンゴの大きさは確実にサイズアップしてますね。あと裏面がこんな感じになっています。ここにね MacBook Pro の刻印が入ってますね。これ誰に向けて彫ってるんですかね。普通に彫ったらこれね目に入らないですからね。クラムシェルモードとかで立てて使う時に見せるっていうイメージなんですかね。あとここに滑り止めがついてますね。滑り止めはこういった感じで割とこうフラットな形の滑り止めですね。この高さがあるから全体的にちょっと置いた時に高く感じるっていうのもあるんですかね。あと同梱されているものも紹介していきましょう。まずこちらですね、マニュアル類ですね。この中にはマニュアルとこれも入ってますね。今回これステッカー、アップルのステッカー黒ですね。2枚とも真っ黒です。マニュアルと真っ黒のステッカー、こちらとで USB-C のケーブルですね。 USB-C のケーブルはなんかこういうメッシュ状っていうんですかね、こんな感じになってますね。あの樹脂製のじゃないですね。はい、こういった感じでマグセーフ対応の USB-C ケーブルになってます。あと電源アダプターですね。これがあのちょっと重いけどサイズはでも思ったよりは大きくないですね。もっと大きいかと思った。 96W のアダプター、ちょっと重いのでサードパーティーでいいやつが見つかったらそれに乗り換えちゃうかなって感じですかね。家で使うときはこれでもいいかもしれないですね。はい、 96W のアダプター、同梱物はこんな感じですかね。はい、では開いてみましょう。パワフルな起動音が聞こえてきましたね。はい、来ました。こんにちは。はい、こんにちは。あ、そうだ。キーボードは今回ね、日本語のジスキーボードを選んでいます。で、以前あったね、タッチバーがここなくなってますね。タッチバーがなくなって物理的なファンクションキーになっています。あと、ここにタッチ ID がついてますね。あと、キーのフレームは全部真っ黒ですね。MacBook Pro 13インチとかだとね、このフレームのところは、隙間のとこね、ここはスペースグレー、そのままの色だったんですけども、こちらは全面真っ黒ですね。このあとね、ベゼルは非常に細くなって画面がね大きく見えるんですけど、これですね、噂のノッチ、ここにノッチがついてるんですよね。まあ、ノッチはね使ってみてってとこですけども、パッと見た感じはね、まあ目立ちますね。割と目立つからって感じですね、ノッチ。まあこれはね使って口に慣れるんでしょうというところで、はい、じゃあねセットアップを進めていきます。はい、無事にセットアップが終わりました。セットアップ終わったんでちょっとね僕もこのマシンのスペックが気になりますので、ギークベンチとデスクスピードテストを使ってこちらねベンチマークをしていこうと思います。今まで使っていた MacBook Pro 13インチ2019年のモデルですけども、こちらとね比較してみたいと思います。結構ね差が出るんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれやってみますね。ではまずこちらのねギークベンチを使って CPU のスコアから見ていきたいと思います。こちら側が今まで使っていた MacBook Pro 13インチ、そしてこちら側が今回購入した M1 Max 搭載の MacBook Pro 14インチです。ではベンチマークをしていきたいと思います。両方同時にスタートします。せーの。はい、まず CPU のスコアですが、ギークベンチによりますと、まず MacBook Pro 13インチ2019年のモデルの方がシングルコアで1049、それでマルチコアで3280となりました。それに対して今回購入した M1 Max MacBook Pro 14インチ、こちらがですねシングルコアは1779、そしてマルチコアは12764となりました。これは嬉しい結果が出ましたね。続いて GPU のスコアを見ていこうと思います。まず MacBook Pro 13インチの方はこれ2019年モデルなので、インテルのグラフィックボードを積んでるので OpenCL にしています。それでこちらは MacBook Pro 14インチ今回購入したものですが、こちらは M1 Max を積んでるので、まあ、Mac の M1 のねグラフィックを調べるときはこれはメタルということなので、こちらはメタルにして計測していきます。じゃあこちらもね同時に計測していこうと思います。せーの、スタート。MacBook Pro 13インチ2019年モデルの方が OpenCL のスコアで8317です。で、それに対して MacBook Pro 14インチ M1 Max の方ですね、こちらはメタルスコアで計測しまして58406となりました。
これすごい差が出ましたね。はい、続いて SSD のスコアを見ていきましょう。計測はブラックマジックデザインのデスクスピードテストを使って計測していきます。書き出しと読み込みそれぞれね同時に計測していきます。はい、これも同時スタートします。せーの、スタート。すごい計測結果が出てる。はい、SSD スコアの結果も出ました。で、まず MacBook Pro 13インチ2019年モデルの方がライト書き込みで1225で読み込みリードで2655となりました。対して M1 Max MacBook Pro 14インチの方がライト書き込みの方が5668、そしてリード読み込みの方が5298と。これも倍近くのスコアが出てますね。いや、さすが読み書きもめちゃめちゃ早い。ここのスペックが上がってるのめちゃめちゃ嬉しいですね。今回は SSD を 4TB 積みましたからね。もうこれはね、かなり快適になるはずです。で、前のこの MacBook Pro 13インチの方を購入した時にケチって失敗したのがこのね SSD だったんですよね。ここ拡張すると結構値段が上がるので、足りなくなったらね、まあ外付けの SSD をつなげばいいやと思って 256GB にしちゃったんですよ。で、 256GB って今考えたらこの iPhone と一緒なんですよ。 256GB なんて 4K の動画とか最適化ファイルとかね、キャッシュとかがねあっという間に溜まってしまうので、外付け SSD にキャッシュファイルとかを逃して保存したりもしていたんですけども、結局ね外付けだとデータの読み書きが遅いのでもう使い物にならなかったんですよね。そりゃそうですよね。この 256GB っていうのが本体に入っていても、まあこれがね小さな部屋だったとして、それにねこういう外付けで 2TB とかの倉庫みたいなね小さいけど容量で言ったら8倍ぐらいありますので、これをね挿してこういわゆる小部屋に対しての離れみたいな感じでこんなの作っても、そこにねデータという名の荷物を置きに行ったりまた持ってきたりとかをしても、まあここの細い通路を通っていくようなもんなんで、まあスムーズにデータの転送がね行くわけないんですよね。それが今回やってやりました 4TB に増設しました。こちらの 256GB がまあ6畳一間だとしたら 4TB なんでね、もう60平米の4階建てみたいなもんですよ。そこに一人暮らしですよ。寂しい。でもめちゃめちゃ広いし、さらにこう離れではないので、データという名のね荷物の出し入れも楽々なはずです。これならかなり快適になると思います。はい、ベンチマークテストの結果こんなねかなり嬉しい数字が出てくれました。はい、スペック周りはこんな感じですかね。この後ねこちらの MacBook Pro 14インチで外にね持ち運んで使った時の携帯性とか、あとはバッテリーの持ち、そのあたりのね検証もしてみたいと思います。あと家ではクラムシェルモードで外部モニターに映し出して使うので、クラムシェルモードで排熱処理がねうまくいくかなんかっていうのも見ていきたいと思います。今回これ動画編集用として購入してますので、やっぱねその動画編集機としての快適さについて、僕が普段使っているダヴィンチリゾルブで編集がどれぐらい快適なのかっていうのを検証していきたいと思います。 SD カードから大容量データを読み込むスピードから、ダヴィンチリゾルブで 4K の動画のプレビューの快適さとか、シークバーの動きとか、あと最適化ファイルを作成する時間とか、モーショングラフィックとかを重ねた時の処理速度、そして書き出しスピードなんかを検証していきたいと思っています。今日の動画ではちょっと入りきらないので、次回ねそのあたりまた検証していきます。この本体の紹介だけでもかなりねスタミナを使ってしまったんで、ちょっと次回に持ち越させてください。皆さんももしね気になることがあれば、ぜひねコメントに質問を書いていただければと思います。可能な限り検証させていただきます。今日は開封とファーストインプレッションということで、このあたりで締めさせていただきます。はい、そういったわけで今日は届いたばかりのこちらの M1 Max MacBook Pro 14インチの開封レビューをしてみました。これからもねこちらのスペック検証なんかをしていきますので、気になる方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。